皆さんこんにちは、上原若菜です。今日はですね、私がめちゃくちゃ心待ちにしていたあるものが届きました。ちょっと見えてるんですけど、せーの、こちらです。こちら、あ、逆になってるんですけど、私が心待ちにしていたゲーミングチェアがやっと届きました。やったー。いや、ということで、これを今日は開封して、これ組み立て式なので組み立ててみたいと思います。なんかね、こういう感じで YouTube でね、紹介してくれてるので、よし、ということでやってみましょう。まず座席を、Don't touch って書いて、どっちがこうか。完了しました。ちょっと分かったことがあります。これ組み立てて分かったことがあるんですけど、4つこれネジを通すときに全部一回カチカチに締めて1個ずつやっていくと、うまく後の方が入らなくなってくるので、緩めに全部仮止めしてから最後まで締めた方がいいってことが分かったね。もしこれ買う人がいたら、まあ、これじゃなくても組み立て式のやる人いたら後から締めた方がいいです。これめっちゃ大変だったというか、なんかゴツゴツしてないというか、結構質がいい感じで、このね、手のね部分とかもこうやって動かせたり、これもね上下にできるので、結構ゲームやりながらこういうゲームやるときとかも、こう手のね位置を変えられるのがすごくいいです。この入れる幅もね、自分でここで多分こうやって動かすんですけど、するとね、すごいこう沈み込むことができるので、なんか無重力みたいで、わーわー本当に横見てもらう、こんぐらいね、こっからさらに体重でこう倒れるのですごいシュールな絵面なんですけど、遊べることができますゲーミングチェア今買おうと迷ってる人はすごくおすすめです。私的にはいろいろ電気屋さん回って試しにいろいろ座ってみたんですけど、私に一番のこれだなって思いました。皆さんももしゲーミングチェアとか買う方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。結構人によってね、もっと硬めがいいよとかそういう方もいると思うので、これは結構柔らかい感じ、ここのね反動が、あとね、座ってギシギシ言わないので、ゲームチック当てて結構音がね、そういう椅子の音とかを拾わないので、めちゃくちゃおすすめだと思います。ということで、今日は、このゲーミングチェア、待ちに待ったゲーミングチェアを紹介するという動画でした。
この椅子に座ってゲーム配信とかもこれからやっていくので、またぜひ楽しみにしていてください。ということで今日も動画を見てくださってありがとうございました。よかったらコメントなどぜひぜひたくさん書いてもらえたら嬉しいです。ということで今日も最後までありがとうございました。はい、上原若菜でした。バイバーイ。